こんにちは、高橋です。お元気ですかおかげさまで僕も元気です。今日はね、資格の話をしたいと思います。えー、まあ、結果から言うと僕は今持ってる資格、普通自動車免許と書道の、漢字の書道の師範だけなんですけどね。うん。先日、あの、非常に僕は尊敬する方がいましてね、まあ、お母様にずっと仕送りをしているという、まあ、人間として非常に尊敬できる。 方がいましてウクレレの資格とかあるんですかみたいな質問があってあ「何もないですね」という話で、えー、免許自動車免許ぐらいしかないなとかっていう話をしてたんですが、えー、よくよく思うと書道の師範持ってるまあライセンスとか、ね、教えられるんですね、うん、あとはね語学のうん ま、資格ではないですよね。TOEIC がね、<laughs> 400点台なんで、全然これで仕事ができるというレベルではないし。うん。あと、HSK、えー、3級、こないだ、まあ、合格レベルですね。80%ぐらいが合格。で、ま、あそれは超えてたんで、その程度って、これもま、あ専門的に仕事で使えるレ,レベルではないですね。<laughs> まあ、あ持ってますと別に威張るほどのもんではないし。 で前職があの印刷会社だったので最後は結構ねあの製造の近い工場のほうにいたのであんまり関係なくなったんで失効したっていうかね更新しなかったんですが最初の頃はあのデジタルワークフローとかやってたんで DTP エキスパートっていうのをまあ取りましてこれはまあ長く保持してたのかな10年ぐらい持ってたんですかね。 これはいいんですよあの持ってるだけで時給が上がるっていうか、まあ、僕のいた会社では多分ね月給が5000円ぐらい上がるんじゃなかったかなそういう感じがあって、えーまあ、短期的なすぐ時給が上がるとかっていうのが DTP エキスパートなんかはあのオペレーターさんやる場合はあるかないかで多分時給が変わるんですよねまあ時給200円だとしても 1, 時1日8時間で 1,600円かこん、そんなに変わるかな。これ20日としたら、相当違いますよね。3万円ぐらい変わるんで、うん、まあそんなに変わる、変わらないは別として、でも3万円が1年間だと36万になるので、えー、その短期的にですね <laughs>、得する資格とかやっぱあ,あるにこうしたことはないなっていうの思いますし、まあ、2本立てでいくといいと思うんですね。短期的に時給が上がるとかっていうのと、 まあこれね、そういう技術的なものとかって、コンピューターがバンバンね、人の、あの、仕事に追いついてくると、えまあどうなるかわかんないで、もう一個長期ですよね。僕の場合で行くとやっぱ書道の師範っていうのは、なんかあった時、まあいいかななんていうのはありますよね。デジタルがバンバン進んでいくにつれて、書道、筆文字のアナログなんていうのは、逆にまあ価値出てくるかなと思っておりますね。うん。 えー、DTP エキスパートってまあ印刷のねデジタルワークフローのトータルのディレクションができるみたいな結構なね、えー、その能力があると認めましょう的な結構な資格でで更新が2年に1回ですかね、あのーまあ、デジタルの進化がすごい早いのでその新しい部分を勉強してそれを一応 あの学んだことにおいて更新できるっていうやつですよね。うん、まあう工場の保育とそれ関係ないやろとその資格関係ないやろっつってもう僕ももう辞める気が最後の方はほとんど辞めるモードに入ってたんでその勉強する時間ももったいないなと思ってね独立活動に回すということで、えー、執行しましたけどもまあ持ってるに越したことはやっぱないんでしょうけどね。うん そ,うその前の上長さんはまあ東京行った頃もう職場変わってましたけどでもそういうのは持ってた方がいいからっていうねそういう考え方もあるし人によって考え方違うんですけどまあ持ってて損はないでしょうねうんあとはそれを維持する時間と本当に今やろうとしてることに対する時間の塩梅っていうことになると思うんですけど、うん、まあ資格っていうのはまあ 実力が誰の目にも見て明らかであって証明する必要がなければうんまあなくてもいいんだけども、まあってもいいよねって逆にそのパッと見てこのその能力があるかどうか判断できないことにおいてはまあ非常に大切なこともあるよね。 その結果が長期で現れることなんかは、まあそれ、ね、資格があるのがないのかで、まああった方が、あの、安心して任せられるとかっていうのはありますよね。うん、本当にど素人で行って、じゃあ書道の教室なんかやってるけど、適当なこと言ってんのが、本当にちゃんとしたこと言,言ってんのが、書道なんかまあちょっとやっても、まあ本当最初はね、上手くなると思いますけど、 僕も市販取るまで多分10年ぐらいかかってるんでそう簡単には上手くならないっていうかねまあこう階段階段階段っていう感じだと思うんですけど、うん、でこれじゃあ資格がなかったら絶対教えられないかっていうといや,やっぱできちゃう と,ともあると思うんですね昔はね2段とか3段ぐらいで教える実力あったみたいですけど今はやっぱりねレベルが <laughs> 下がってるんで市販があってもそっからスタートですっていう風に僕の先生は言ってましたけど、うん、僕はまあウクレレでまあまあほぼ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 ,ほぼほぼっていうか完璧に今生活を生計を立てている,いるわけですけどこれはね資格はないですね。まあ、音楽 の資格ってかかあるのかなっていうとまあ音大出ましたとかってねいうのは資格ではないけどもまあその認定されてるわけですねしっかり音楽勉強しました的なうんじゃあ音大出たら音楽の仕事できるかっていうとこも超厳しくってまあパイが少ないっていうかね椅子取りゲームの椅子は少ないので自分で何か仕事作っちゃうとかっていう感じじゃないとまあねますます演奏の仕事とかってあの CD かけとけやっていうようなもんなので本当にねスタープレーヤーにならないとパフォーマンスで食うとかっていうのは非常に厳しいですよね特にこの国は厳しいですよねうんでも教えるって言ってもね子どもは減るしまあまあそうですねこうボリュームゾーンっていうのは結構年配の今ところにあるのでまあそこの人にね教養として音楽を楽しみましょうっていう ところにおいてうー楽しく上達させる先生みたいなまあねそこは需要あると思いますけどねまあ僕も割とそういう感じでグレレを教えてるところが強いのかなっていう感じはしますこれまあチェーンのねでっかいチェーンの音楽教室とかは、まあ、そこでやってると多分ね講師登録とかっていうのは。 資格なくても多分できて、持ってると時給が上がるとか、やっぱそういう仕組みだと思いますよね。うん。まあ優先的に仕事が回ってくるとかね、なんかあるとは思うんですけども。うん。ええー、まあまあ、多少守られるんですかね。じゃあでもそれ持ってるとか言うと、うん、まあ生徒さん上手くなるかっていうと、まあちょっと別問題ですね。 まあ資格ってこう入り口としてどれだけ勉強したかっていうのはどれだけ勉強しないともらえないかっていうのがそこは保証するけどその出口で本当にどれだけのアウトプットっていうかパフォーマンスができるかはもう無限なのでその先はそこはまあ問わない的なことが多いと思うんでまあ入り口最低限これぐらいは勉強しましたっていうものの証明ですよねうんまあそういう意味で言うと そうだな、ジェームフヒールというね、カナダのウクレレの、えー、パフォーマーで先生もしっかりね素晴らしい方がいてそのジェームスヒールの先生向けワークショップは1年目、2年目僕参加してこれはなんかね、卒業証 <laughs> 書というかサーフィ,ッティフィケーションありますね、うん。まあでもこの資格ですっていう、まあ、場所とかね、人によってはそれ持ってますで仕事できると思いますし。 えっともう本当、ゼロからであれば、まあ、そのまんまね、その教科書を使って、あのー、入門者を教えるっていうのは、多分自分で考えるように効率的にスタートできると思うんですけども、まあ、僕の場合はジェームスヒルの教え方ってどんなんかなっていう感じを持ってたところで、まあ、とある、ね、企業から、あのー、特待生でいいよっていうのね <laughs> まね、あ、高橋ル人も参加するからみんな来いや、的な。 客寄せ的なあれもあって、まあ、もうもう勉強させてもらえるんだったらいいわって感じでね飛行機代とか宿泊代自分で出して参加してたんですよね。うんまあ、それはいいとして、えーまあ、私で出してるそういう資格みたいなものっていうかね卒業証書みたいなのあってこれはほとんどね商売ですよね、うん。それを持ってるから本当になんか信用されるかとかっていうと。 まあどうなんでしょうね。一応あるぞってこう偉そうに言えばはったりきく人はそうかもしれないけど、僕なんかまあこんなんありますみたいなあんまり、まあ言うこともないし、言おうという気がもともとないので、あのー、そうそう、性格が内政的な人はあんまりね、関係ないかもしれないですね。うん。そうですね。書道師範もまあしまってありますけどね、一応。途中何段何段何級とかっていうのはまあまあ、 今はもうない <laughs> ですよね。まあ、市販だけあればまあいいかなという気がしますけど。でまあ国によってはね、ヨーロッパのどっかの国に行くと書道の市販があると、えー、大学居住になれる可能性があるとかっていうのはあるんで、まあこりゃどっかでいつか、なんかね、流浪のためになりそうだったらチャレンジしても面白,かい,面白いかもしれないですよね。うん うんまあ、僕の書道の先生も、あなたはいつか外国人にいっぱい書道を教えるかもしれないから、みたいなことなんなんかね、そういう発想がどっかから出てくることも面白いんですけど、そんなことを言ってました。自動車免許は、えー、僕、学生の時に親がお金出してあげるから、あの地元に取りに帰っておいでと、まあ、帰ってきてこいよと、顔を見せろっていう感じでね、取りましたけど。 すごい共感に、あの、いびられまして。まあ、学生だったんで、まあ、なんとか大学とかで履歴書み見るわけですね。うん、高橋くん。うん、なんとか大学か。うん、勉強はできるかもしれんけどな。<laughs> めんあの運転はまた別物だからよ、とか言われて。まあ、これはね、こんな人間にはなるまいとか思いましたけどね。 運転はできるかもしれないけど人としてそういうやっぱねあのいじめとかはねしちゃいかんと思いますからね何かが得意であったりとかあのそのね得意なことにおいてえ結果が出たりとかえ優秀であることは別に人としてどうそれが価値があるかとか別問題なのでそれ,でそれはそれとしてねうん。 やっぱ人のね優しさとか親切さとかうん考えみんなのことを考えられるとか社会のプラスになるようなえまあ理想ですよ理想言ってますよ僕がどうとかじゃないですけどやっぱりそういうことが大事ですよねうんそうまあまあそのいびつになっちゃうとねものすごいそのえ競技において めちゃめちゃその優秀な人がなんか事件とか事故とか起こしますが人間だからまあね、まんべんなくそれは起こすわけですよね。やっちゃう、やってしまうと。やらかすことは確率的にもあるし、まあ無邪苦邪してるとかいろいろうまくいかないことはありますからね。ありますから。あの僕だって別にね、いつ何時どうなってても、たまたまそれが発覚したかとかいう、たまたまそのいろんな条件重なって、 あの悪い目に出てしまえばね、えー、誰だってそういうあの、追い詰められるというかね、公に、それはダメだろって言われるようなことに陥る可能性あるって、うんで、まあね、言われな,ないことで、こう、すごく不当な何かをされたら、じゃ反撃するのか。 泣き寝入れするの何とも言えないんですよね。自己的なことがあって、それをじゃあ法に照らすと悪いとかってなることも、まあ、なきにしもあらずなんで、何とも言えないんですけども、うん、そう。まあ、視覚というかね、なんかの特典とかね、そういう、まあ、文字に書いたものというか、このスコア的なものが、 うーんあってもあんまり気にしてないという感じですけども、うん、やっぱりその好きなものを長期的にこうやるっていうのと短期的にねあの目先の時給が上がるみたいなものがやっぱ両立がいいのかなっていう感じがします。やっっっぱ持っててるるだけでで時給が上が上いううののはすごく得なので、うん 同じ仕事してもですよ。下手すると仕事できなくてもそれ持ってるだけで時給が上がるっていうね。これ変なシステムだけども、まあ、そういうものはあるんであればうまく使った方がいいと思いますし、えー、そのインプット、時間におけるアウトプットですね。ここで時給がたくさんもらえるんであれば、それ多めにもらったことで次の勉強もできるし、えう、ー、そう、それ提供価値上げていく、 方向にやっっぱ使っていけばいいわけけばわでですねで同時にやっぱりあの一本立てではちょっとねそれはどんどんそういうまあなんでしょうかねおそらくその短期的なものとかってまあ暗記主体とかでの、ね、結構いけてしまうことが多いのでそういうのってやっぱ若い人がどんどん出てくるとかねえー、またコンピューターにこう取って代わられる部分あるので それはまあまあでもすぐには来ないんでそれを生かしつつう中長期的にまあやっぱ好きなことをコツコツというかねまあ別に教える教えてどうとかっていうこともまあ置いといてなんか積み上がるような技術が積み上がるようなことですよね別に僕書道教えようと思って始めたわけではないですがまあ教えてって言われて教えたこともあるし うん、教えてって言われればいつでも教えられるう内容はあるのでまあねある,あるわけですよ <laughs> あるわけですよっていうのは、うん、それはやっぱりでもそういうのって、まあ、自分で言うなって感じですけども教養として、えー、生活の質を上げることにつながってはいくと思うんですよね <laughs> そ,んそんなそんなんかっていうとまあ そんなんかっていうと、まあそんな、まあないよりある方が、なんかね、会話のネタにもなりますし。で、あ,あの分野とこの分野、両方やってると、総合的に見えてくることがある、あったりするんで、えー、まあ、ウクレレを僕は、僕自身が学んだりとか、教えたりというかね、するときにやっぱ書道をやった経験はね、非常にプ,レプラスになってると思うんですね。うん。ウクレレの方が先に始めて、 2年、3年ぐらい経った時に、うん、なんかウクレレ上手くならないなと <laughs>。まあ、最初、ぐんって行くんで、ゼロからですからね。音楽も全然知らないし。ぐんって行くけど、こっからやっぱ、上りきつくなっていくんですよね。同じあの変化率がやっぱ下がっていくというかね。もう、こっからはね、この、ちょっとの上昇を自分でちゃんと見極められて、ちょっと良くなったっていうのを、やっぱし自分で、 喜べるかどうかっていうのは結構大事なんですけど、そこでね、もう一個新しいことやると、そっちはゼロスタートなんでやっぱ伸びるんで、まあそれで騙し騙し、ウクレレもやめずに、まあね、やめたら今のこれはないので、やめんでよかったなっていうのは、しきりですけども、まあ書道を始めた時に、森先生書道を始めますって言うと、それはいいと、非常によろしいと、字を勉強するのはいいことですと。えー、20代だったのかな。 あの青春をほとんどの人は無駄遣いしてしまいますがと。<laughs> まあ僕もだいぶ無駄遣いしてますけども、まあ、その中でも少なめに無駄遣いをするというかね、うん書道をやるとかっていうのは絶対無駄にならないので、うん、まあ、大変よろしいと <laughs> 言われたのも <laughs> あの覚えてますよね。でほとんど無駄遣いでいいと思うんですよね。うん。そんなの別に。 あのこうしようとかねあとで回収しようとかって思ってると楽しくないんで、うん、まあいろいろね諦めたことありますよダンスを始めたりとかねこれは向トランんーと向 <laughs> トランんーとでもうんあれはやってもよかったかと思うんですけどうーやっぱ面白さ的にやっぱ書道とか受けれるのが向いてたんですかねやっぱ好きなことを続けるっていうのはやっぱ力になる じゃないかなという気がしますので、うん、まあ2本立てですかね短期的な時給が上がるもの長期的にまあ生活の質が上がるって言うたらちょっとね大,大げさですけどもそういうのってまあ蓄積していくとやっぱり人に教えられるようになるので、うん、まあねなんかみんながやっぱりやりたいなと思うようなことを。 自分が結構得意になると、えー、教わりたいなっていうね結構自然な流れとして、うん、起きてくるのかなと、まあ、ものすごいねその世界であの実はものすごく極める必要なんてなくて、えー、どっちかというと後からねあの初心者さんがやり始めることが多いしそのボリュームが大きいんで結局まあピラミッドっぽくなっていくわけですがここに。 上手に優しく楽しく教えられる先生っていうのって圧倒的にどのジャンルっていうか分野でも少ないのでそこ目指す方があの要はね仕事的に <laughs> 何よこれね <laughs> 言ってるんですよねすごくねそれい,いいんですよいいはずなんですよねうんまあそれやりつつまた実はここをあの優しく楽しく本当に初心者さんが上達するように 教えると自分の実力めちゃ上がるのでえまあそんなことを僕はこのね数年間にえ学んできましたよというわけであまあ何の話なのかなっていうことになりましたけどまあね無免許で今日もクレルの先生をやっておりますまあブラックジャック目指して今後ともねいきたいと思いますのでねぜひねあのご質問とかいただければバンバン YouTube とかでも活用してお答えしていきたいと思いますので今後もよろしくお願いします。語尾がおかしい。今後もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイまた見てね。ありがとう。